ピオキーです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ザ・ハント・フォー・レッド・ブロックトーバーということで、意味はわかりません。いや、ちゃんと調べたんだよ。あのブロックトーバーっていう単語の訳が出てこなくてさ。ヘイシリ、ブロックトーバーって何？はい、ブロックトーバーって何についてウェブでこちら。もういいや。で、今日のトロールコース、トロールコースを作る名人シールダーさんのコースなんですよ。この肩のコースマジで難しいからね。その証拠にクリア率が 0.52% って出てるもん。まあまあ、それじゃあ早速やっていきますか。どんな鬼畜コースも僕にとってはご褒美だぞ、シールダーさん。今日はスタートと同時に何か敵キャラが降ってくるとかなさそうだ。開幕ボンミス。いや違うんだって、上のオンオフをしに行こうと思って。まあ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 、こっちで合ってるっていう可能性あるよ。一旦この土管に入ってってみようか。なるほどね、鍵を取って鍵扉に入れっていうことなんかな。それじゃあブラッパの上の床に乗ってすぐ左に行く。それで鍵が取れるっていうことだね。そしてここのボム兵でブロックを壊す。やめてよ、隠しブロックやってる。いやこのリュート乗ってずっと左押しっぱでいいのかな。いや、それさっきもしたんだけどさ、それで鍵扉の方に行けないんだよね。リフトを一旦落としておいて下に行く。そしたら鍵扉の方に行けるっていうわけね。それじゃあ先に進んでいきますか。次はキノコが来る。それはずるくないかな。それじゃあ鍵扉から出たらすぐ左に逃げろっていう感じだったね。さあ、このドスオンオンして土管に入れさせてくれんのか。一旦ジャンプしてすぐ左落ちんぱ。ダメなんか初見殺し多くないですか。絶対無理ちゃんがこんなところで弾避けるなんてさ。だからもういいんだって。お前もオンオフして真ん中にいたらいけないってことだね。魚が降ってくるから、さあ魚も避けてこの土管に入っていきますか。次はバネで上に行っていいのか。そしてバネでさすが 0.52% だね。めちゃくちゃ厳しいよこのコース。あっ、こっち来ないで。今何が起きたんでしょうか。そして僕は何語を喋っていたんでしょうか。誰か訳してもらっていいですか。それじゃあここは USB を取ってすぐ雲を抜く。すぐ使えた。お母さん悔しいよ、こんな手のひらで踊らされてさ。お母さん敵を撃って。しょうがないわね、可愛い息子ミオキング。お母さんトロールコースは大の得意だからね。いや、これは違うわ。ミオキング、ここお父さんに任せるのよ。どうやらわしの出番が来たようだな。わしは学生の頃トロール部だったんだぞ。こんなトロールコースぐらいちゃちゃっとクリアしてみせようじゃないか。見てろ息子ミオキング、このスネークブロックはな、一旦何もしない引っ込んでろ雑魚が。そういえば最近の動画でさ、4人グループにならないかって誘われてたっていう話をしたと思うんですけど、めっちゃ悩んだってね、お断りさせていただきました。まあなんでかって言ったらね、やっぱ一人の方がやりやすいかなと思って。まだ今はね、グループ化っていうのはね、僕にとっては難しいかなと思うんですよ。そしてその時にさ、めっちゃ嬉しいコメントで、私ピオキングさん以外に興味がないんでしないでほしいですみたいな。照れちゃうぜと思って。きれいな俺。そしてわらに引っかかってんじゃないのこれ。ダメだって、照れちゃう。今日も可愛いな、その下にわさび塗ってやろうか。そしてさっきここ話しながら結構やったけど、意外とわら回避できてたんじゃない、いろんなところ。ちょっとわかんないけどさ。じゃあここブロックを壊してあの土管の方に行けと、そういうことだと思うんですよ。はっ。なんで、あ、左キノコダメって書いてる。あのキノコ降ってきやがったらさっきはなかったぞ。なあテレサ、その下にカラシ塗ってやろうか。次テレサにやられたらあの下にデスソース塗ってやろうかなと思います。マリオの服デスソースでできてるからね。ちなみにルイージは青唐辛子だから、マリオの方が上だね。さあ進んでいきますか。次はどうすればいいんだろう。ここは下に降りてイズバット、うわこっち違うの、イズバットってなんだろうね。いやでもこっちしか行く道なかった。そしてこの中間ポイント、いやっほー。いや
無事取れたのが嬉しいね。この上は天国行きだったね。この上絶対隠しブロックかなんかあると思ったんだよな。この四角はなんだ。一旦叩いてみようか。そして僕はこの場所から動かない。絶対に無機物。ここ叩くで合ってたんかな。そんで右に逃げろみたいな、これが正解。あ、なるほど、これで正解だね。いや正解は正解だけど、鍵んとこいなきゃダメだったんだね。それじゃあ僕はもう全てを悟りました。賢者の悟り開いてるね。一旦やられてもザオリ君を使えるぐらい熟練度を磨いてるよ。それじゃあ扉に進んでいきますか。そんなのわかるか。賢者でもわからないことたくさんありますから、ここはタイミングよく上。さあこれで上に行っていいのかどうなの。いや、これは熱いんじゃないの。このリング取るのは正解だよね。そんでブロックを壊してあの土管に入っていけと、そういう感じだと思うんだけどな。ブラッパとか出ない。 USA、 この USA を取って、これ左下に行く、これが正解。あっつ、さあ行きましょう。地獄へ超特急。地獄へ超特急じゃねえんだよ。じゃあここ上に行けっていう感じかな。多分それで合ってるでしょ。あ、上行けんね。あれ、右に行かせてよ、せめて。あの時は身体機がないか準備しといてくれよ。それじゃあ下は下で合ってたんだろうね。ここで USA 記録を取ってジャンプしてかます。そしたら、なるほど、この土管に入れるっていうわけか。 USA の状態でよかったか。あ、大丈夫そうだね。ここでいいのか、本当にこの指を放って。頼む、僕に光を示してくれ。はなー。一旦指を放って右押しっぱ、なるほど、これでいいっていう感じで。いや、これはわかんないよ。絶対引っかかるでしょ、これ。来るのか、どっす。あっ、よしよしよし。じゃあこのキノコ取って先に進めないで。そういえば最近ね、ツイッターで僕のことをツイートしてくれてる方がね、ちょくちょく見かけるんですよね。で、内容もね、別に全然悪いこととかじゃなくって、この方の動画面白いからみんな見てねみたいな、フォロワーさんじゃなくてもね、そうやってツイートしてくれてる方がね、意外といるんですよ。いや、ほんとありがとうっていう気持ちをね、この動画を持って伝えたい。それじゃあここは右下に行ってどうすればいい。右下か。頼む、この裏は取れないよな。冷た。じゃあここは右下の氷ブロックが溶けた瞬間を左に行けっていう感じだね。さあこれはなりました。ここは下に降りたら何もしないでよかったのか。じゃあこのリンクを取って、うわ、弓で倒そっか。ここで剣で倒したりとかしたら、やっぱこういうのがたまにあるんだよね。これみんな覚えといて。じゃあここは下を狙って何もしない。爆弾かな、これでいい。いや、これまずいんじゃないのねえ。ここどうやって行けばよかったんだろうね。ここがマジでわかんないね。弓もダメっぽいんだよね。爆弾落とせってことかな。いや、もう一回投げてみる。やっぱこうなっちゃうんだよね。あ、分かった分かった、ここそのまんま通り抜ければいいだけなんだ。はい、ということでここは被弾してこのまま先に進めばよかったっていう感じだね。で、もう一回当たってこの鍵に入れると、そういう感じだね。さあ進んでいきますか。瞬間に、やったー。今回このシエルダーさんのコース中間は優しいね。簡単に取らせてくれるね。じゃあここは上に行って、あ、いや、もう大体分かったよ。あのブラパのところに行って、いや、始まり方がちょっと違うからさ、びっくりしてしまったけど、この音符を踏んで、あのブラパが来る前に、え、これどうやって避けんだろうね。ブラパの上に床があるね。あ、分かった、火を出して多分この場所で待機。なるほど、そういうことで。頼むって、そういうことやめてって、もう。もう全てを理解したよ。早く進めっていうことで。そしてこの土管に入れると、それじゃあ進んでいきますか。残るはゴールのみ。さあここは何も考えずに下に行ってみる。やで、今日のトロールコースは下が正解みたいな感じじゃん。じゃあここ上に行けっていうことか。
ここに来て面白い仕掛け持ってくんじゃねえか。じゃあ一旦この砲台避けろっていうことね。で砲台の上に乗って先に進めると、ここは何もしないでいいのか。一旦何もしないで進みたいと思います。くっそ、絶対こっち違う、ブブって言われたもん。はっ、いやいや、これ中間ポイント戻しでしょ。いやいや、まだ先に進むべき道が何かある。なんだこれは、新耐久か。面白そうな新耐久じゃないか。これは上に行けないっていう感じだね。なんでバネを回避しながらちくわブロックの下に行けと、そういう感じだね。いや、これそんなに難しくないよ。ほらほら、なかなか上手いんじゃないの。それでここもちくわブロックを落としてドアに入ると、さあこれで、あ、チェックポイントに。ぬるいんじゃないのか、セサちゃん。僕は物足りないぞ。ここどうやって行くかだよね。先に行けっていうことなんかな。え、どういうことだろう。今んところ進み方がまだね、全然わかんないね。コインを取った瞬間左に逃げてみる。それで、なるほど、これでバネが回避できるっていうわけね。さあこのハテナは絶対ダメだ。その前に、いや、期待させんだ。なるほどね、ここは早く進めっていうことね。多分これで合ってる。あのハテナブロックもめっちゃ気になるけど、あのブラパカなんかだよきっと。はっ、うわ、あのドア信用して行ってみようか。頼む、シンプルでいいよ。ここどうやって行くんだろう。一旦ジャンプして、なるほど、もう一回、うわ、これは行っていいのか、もう一回変わるとかないよな。さあ進んでいきましょう。そろそろゴールが近いんじゃないのか。一旦このハテナ叩いてみようか。あっつ、これで先に、絶対このデカキノコを取るところまで合ってる。そんでしゃがんだままだったら先に進めるみたいな、多分そういうことでしょう。さあここでフラワー取っていくかいかないか。先に、うわ、僕が取っていかない、頼む、あっつ。さあ進んでいきましょう、頼む。よし、これでゴールもう来るんじゃないの。見えました、ゴールが。あのゴール僕は一発で決めたいと思います。ジャンプして左を失敗とりあえず。そしてこっからだよね、こっからこの赤いのか。うわ、やべえ、音楽がする。なんでここなんだよ。さっきの死に待機のてっぺんバージョンじゃねえか。ここの場面早送りしていいかな。ここは完全に裏読まれたね。下はダメっていうことでしょう。じゃあもう右に行くしかないよね。いや、このまま上、この上はいけないか。このコイの方は、なんで。悔しい、素直にあの赤いのが入ってればよかったな。ボウじゃねえんだよ、ノウだよ。それじゃあ次こそゴールしたいと思います。残された道はこの赤い。なんでこのところに話せればいいんだよ。あんなところにアーム設置してるのはずるいでしょ。いや、もう次こそ絶対ゴールできるよ。かけてもいいね。このドカン入れなかったんだよね。あのアームに引っかかった瞬間すぐ降りてみるね。やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、鉄クモ3ということで、サムネを見る限りですね、マスターソードを取って雲に乗った鉄球を突き刺しながら進んでいけっていうコースだと思うんですよね。そして注目してほしいのが説明文、今度は高速スクロール付き、ロングは作ってないって書いてるんですよ。なぜだ、なぜロングは作ってないんだ。ロングにしたらクリアできなかったのか。TCM、うん、通算ワンはいるのか。 TCM、カッコワンはいるのか。まあ注目したいところはそこじゃないですね。高速スクロール付きって書いてるから画面がめっちゃ早く動くと思うんだよね。それでもなおかつ鉄球を突き刺しながら進んでいけと、そういうキチキコースですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.9%。 いや、今回も難しいコース選んでしまったな。こういうのめっちゃ苦手なんだよね。終わったらご褒美に豚キムチ食べ行こう。はっ。思った以上にめっちゃ早かったね。それじゃあ次こそしっかりとやっていこう。すぐ剣を取ってまず突き刺す。
観光機みたいだね。ちょっと待って、あの鉄球どうやって来るんだろう。あ、分かったよ。右入力したらいけないんだね。なるほどね。じゃあ一旦ここは何もしないでヒップドロップする。そして、いや、そういうことか。これね、雲を自分で移動させなきゃいけないね。右押したらさ、雲が右に行って、左押したら雲が左に来るんだよね。それを駆使しながらゴールを目指せっていう感じか。それさえ分かればこっちのもんだよ。まず最初にヒップドロップして、そっから右押して突き刺しを繰り返す。これで簡単にゴールできるんじゃないんですかね。多分これ最後が難関だね。最後スクロールが止まるんだよね。そっからいつのタイミングで突き刺すか、こっから右って、シュッ最後がマジでむずっけ。最後を突き刺せるタイミングがまだわかんないな。最後高速スクロールがなくなるからさ、ずっと右に行っちゃうんだよね、鉄球が。なんでこの辺で早く右にまず反抗期大概にしてくれって。これちょっと本気で攻略しに行こうかなと思います。ありがたいことにさ、コインが設置されてあるじゃん。そのコインを目印にしていつ右を押すか。なるほどね、もう大体わかったよ。ちょっと見てて。多分ね、僕の予想なんだけど、2つコインが並んでるところがあったじゃん。そこを通り過ぎた後、2回ヒップドロップをすれば右に行けるっていう感じでしょ多分今のタイミングでゴールできると思うんだよね。いや、ただそれが分かったとしても相当最後シビアだと思うんだよね。高速スクロールがなくなった瞬間に右入力をしなきゃいけないから、ここで右入力もういいってこのくだり。ごめんね、みんなゴール前で落ちていくシーンばっか見せちゃってさ、もう見飽きたよね。でも僕努力するから、このテイクでクリアするっていう努力をするから、僕を見捨てないでやればできる、やればできるんだ。そうや、ピオキング頑張って。お母さん。そうだぞピオキング、お前はわしの自慢の息子じゃ。親父は黙ってろ、ここで届いて。やどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。